それではどうぞ。ジャスティス、一体どうしたんだ。人類に希望などない。なぜだ、なぜなんだ。君は僕たちの仲間じゃなかったのか。人類をかばうウルトラマンコスモス、宇宙正義のもと、私はお前を排除する。動物園のようにたくさんの怪獣を見て触れて楽しむことができる怪獣動物園、いよいよオープン初日ね。早速皆さんにご挨拶。皆さんこんにちは、怪獣動物園へようこそ。このテーマパークではたくさんの怪獣たちと触れ合うことができちゃうんだ。怪獣って言って驚かなくても大丈夫。ここにいる怪獣たちは全てコンピューターコントロールマシーンで感情や体調を管理してあるの。みんなとってもおとなしいのよ。ほら、私と一緒にいる珍獣のハネジロもとっても可愛いでしょ。今日はハネジロも一緒に怪獣たちの紹介してくれるのよね。ぜひみんな今日はたくさんの怪獣たちとお友達になっていってよね。あらあら、待ちきれなかったのかな。皆さんのお出迎えですって。ドクロ怪獣レッドキング、とっても力が強いな。大きな岩も石も軽々持ち上げちゃうの、すごいでしょ。それに古代怪獣ゴモラ、恐竜ゴモラザウルスの生き残りで長い尻尾はムチになっちゃうんだ。ゴモラの大きな武器だね。ねえ羽次郎、今度は誰が来てくれるのかな。この声はやっぱりピグモンだ。ぴょん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 、元気いっぱい有効珍獣、パッチリお目目に真っ赤なお顔がチャームボイ。そういえば真っ赤なお顔っていないじゃない。もうどうしたのかしら。ゼアス
ょっとジェアス何やってるのよ、ふざけてる場合じゃないでしょ、早く早く。もうよし、ジェアスも揃ったところで早速ご挨拶だね。皆さんこんにちは。うわー、みんなとっても元気だね、あ、そっか、これってウルトラ5つの誓いの中にもあったよね、元気よく挨拶しようっていう約束。そうよ、みんなも持ってるよね、この退院カード。このカードの中には5つの大切なお約束が書いてあるんだ。ウルトラマンフェスティバルでは一つ一つクリアしていくんだけど、ねえゼアスはどう、ちゃんとこのお約束守ることできてる、大丈夫？僕だってちゃんと守ってるよ。お、ほら、1日1回はお手伝いをしようって約束もあったでしょ、うん、今日1日僕も隊員としてお姉さんと一緒にこの怪獣動物園を案内するのでよろしくお願いします。それは失礼しました、こちらこそよろしく。すごいゼアス、2つクリアになっちゃうね。でも羽地を、確かゼアス遅刻してきたのって迷子になってたからじゃない、お願いして大丈夫かな。ダンスもいいけどしっかりお願いしますね、ゼアス隊員。あれ、なんだろう、見て、チャンドラ、それにレッドキングも。ゼアス、そんなに驚かなくても大丈夫よ、さっきもたくさんの怪獣たちがお友達みんなのお出迎えに来てくれたんだ、チャンドラーもきっとそうじゃないかな。見て、チャンドラーは大きな翼をバッサバッサ、強い風を起こすことができるんだわ。あれ、うわあ、ゼアス、ゼアス、ちょっとゼアス大丈夫、ゼアス、ちょっとどうなっちゃってるの。ねえ、ハネシロン、ここの怪獣たちは全部コンピューターで感情をコントロールしてあるよね。こんな怪獣たちが暴れだすなんて、こんなことがあるわけないのよ。あ、レッドキングが。ねえ、ゼアス。うわぁ。ゼアス、地底からマグラまで来ちゃったよ。ねえ、このままだとお友達みんなが危ない。どうしよう、ゼアス。やめるんだ、これ以上の乱暴は許さないぞ。そうだ、ウルトラ5つの誓いのもう一つ、怪獣とあっても泣かない。そうよ、そうよ、そうだったわ。ゼアス、頑張って。あれ、ゼアス、ねえ、こんなのおかしい。羽次郎、コンピューターを調べれば何かわかるかも。みんな、すぐ戻るからちょっと待ってて。このジャングルは我々マグマ星人がいただいた。この場所の怪獣たちを解放し、この地球を弱肉強食の世界にしてくれる。さあ暴れろ、有力怪獣チャンドラー。まずはここにいる人間どもを片っ端から襲うのだ。来たか、ウルトラマンレオ。マグマ星人、やはりお前の仕業だったか。その通りだ、この星を新たなマグマ星にするためにな。そして地球を第二のふるさととして愛す人類を愛する貴様への復讐だ。自分たちの欲望のために俺たちのふるさとを滅ぼし、他にもたくさんの罪のない星を破壊してきたはずなのに、お前は自分の仲間が俺たちに倒されたことを恨んでいる。だ
ったらそれは破滅の悪循環か。それもいいだ。待て。セブン大将、何を？あの怪獣はマグマ星人に操られて理性を失い、とても凶暴になっているんです。理性を失っていたのはお前の方じゃないのか。え？俺は？お前は落ち着きをなくしていた。ふるさとの星を滅ぼしたマグマ星人への怒りをあの怪獣にぶつけていただけではないのか。すいません。しかし隊長、マグマ精神は必ずこの俺の手で。冷静さを失ったお前に勝ち目はない。レオ、マグマ精神の狙いは仲間を倒されたお前への復讐だ。今回の件についてお前には単独行動を禁ずる。それは命令ですか？そうだ。お前にとってマグマ精神は宿敵と言えるのかもしれん。だがそれは我らウルトラ戦士にとっても同じことだ。レオ、今は団結の時だ。我らの第二のふるさとを汚さないために。はい。すみません、皆さんお待たせしました。これから皆さんには一時避難してもらうことになります。さっきお話ししたことを覚えてるよね。ここにいる怪獣たちは全て艦長、コンピューター、コントロールマシンで管理してあるって。でもその大切なコントロールマシンを何者かに盗まれちゃったのよ。とにかくこのままだと危ないんだ。この怪獣動物園も閉園することになりました。みんな避難する用意ですか？助けてー。この声、ゼアス？血を吸われて、ああ目が回る。貧血。ちょっとゼアス、大丈夫？ゼアス、後ろ、ゼアス。あ、お姉さん発見。ゼアス。ねえ、このジャングルは一体どうなっちゃったの？ゼアス、後ろ、もう後ろ、後ろだから。早く安全なところへ。じゃあ誰がマシン盗んだのか調べてくる。みんなお願いね。コスモス、どうしたの？何かあったの？大丈夫、大したことないよ。じゃねえか。出てきやがれ。レオ、お前以外には用がない。決着をつけようじゃないか。どうした、おじけづいたか。貴様も私が憎いんだろう。貴様の星を、父を、母を、そして仲間を、全てを葬り去ったこのマグマ星人が、とうとう消しそびれたバカな弟もいたかな。
様。やめろ。レオ。所詮貴様の力じゃ何も救えないんだよ。レオ、どうした？コスモスやセアスとは合流できたのか？マグマ星人か。なぜだ、なぜ命令を聞かなかった。お前の身勝手な行動のせいで自分の仲間を。お前には失望した、見損なったぞ、ウルトラマンレオ。チクショー。コスモス、ゼアス、ねえみんな、大丈夫だった？わかったんだ、怪獣たちが暴れているわけ。これはすべて宿敵ウルトラマンレオを倒すためにマグマ星人が仕組んだことだったの。もうマグマ星人にあのコントロールマシンが渡ってしまった以上どうすることもできない。プログラムを使うしかないのかな。実はこの園内にいる全ての怪獣たちに破壊プログラムがセットしてあるんだ。もしみんなのことを襲ったり急に暴れ出したりした時のためにって用意したんだけど、でもこのプログラムを使ってしまえば罪のない全ての怪獣たちは死んでしまう。怪獣たちと一緒に暮らせることができたらって思ってたのに。でもみんなの安全のためには仕方がないのかな。ねえみんな、意見を聞かせて。これからもしかしたらみんなはもっと危ない目に遭うかもしれない。でも怪獣たちの大切な命、命を守りたい、そう思うお友達は？はーい。そうだよね、諦めずに怪獣たちを守ろう。みんなの力があればきっと。何？シャントラリーハーグ、みんな今動くと危ないわ。避難するタイミングを見ましょう。コントロールマシンがないと何にもできないなんて。ウルトラセブン、セブンお願い、マグマ星人に操られている怪獣たちを助けて。お願いよウルトラセブン。あれはセブンのウルトラ念力で、見て怪獣たちの動きが。これがマグマ星人の力だというのか。セブン。レオ、お前は、まさかレオまでマグマ星人に。マグマ星人は俺の仲間たちの敵だ。必ず俺がこの手で倒す。ウルトラ戦士の団結だ。笑わせるな。なんだと？レオ、僕たちは一緒に戦う仲間じゃないんですか？5つの誓いにもあった友達の力を合わせようって。黙れ。お前たちに何がわかる。大切な仲間をレオを止めるにはどうしたら。あの戦士は。兄さん、あなたはウルトラ戦士としての誇りを捨ててしまったんですか。レオ兄さん。黙れ。俺は奴らが憎い。
兄さん、憎しみはまた新しい憎しみしか生まない。兄さんの苦しみ、怒り、僕が受け止める。仲間の声はレオには届かない。アストラ、弟のあなたがレオの本当の心を取り戻して。セブン隊長、どうして。アストラ、惑わされるな。心の目でよく確かめるんだ。違う、お前はレオ兄さんじゃない。正体を見せろ。ババルー星人、お前だったのか。よく見破ったと褒めてやろう。しかしそれでもお前たちは我々には勝てん。マグマ星人、これもお前が仕組んだことだな。じゃあ本物の兄さんは。残念だったな。もう二度とレオと会うことはないだろう。戦士は負けたりなんかしない。きっと帰ってくる。みんなの声をエネルギーに変えて、ウルトラ戦士たち頑張れ。よし、みんなウルトラ5の誓いで奇跡を起こすんだ。さあ、みんなの持っている隊員カードを手に持って。さあ早く、そうよ、それをもっと高く上げるの。そして勇気を出してウルトラマンって言うぞ。せーの、そうよ、もっと大きく、せーの。聞こえてる、みんなの声が。僕にもう一度、もう一度力を。ゴッソー、なんだと。マグマ星人、俺には今もたくさんの仲間がいる。僕たちは戦う、輝く未来をつかむ希望という光で。ウルトラ戦士は立ち向かう。心強い仲間と力を合わせて、みんなの力も一緒に。ウルトラ戦士たち頑張れ。ウルトラセブン、ウルトラマンテアス頑張れ。よし、みんな今度はせーので頑張れって応援するぞ。せーの。さすがだわ、セブンの必殺武器アイスラッカーが決まった。ありがとう、ウルトラマンゼアス。今日こそ決着を。みんなの目は騙せても、レオとアストラ、ウルトラ戦士の心をごまかすなんてできないよ。よし、みんな頑張れって応援するぞ。せーの。そうよ、3人分のエネルギー。せーの。やった、ダブルフラッシャーで宿敵マグマ星人を倒した。コスモス、チャントラーを助けてくれてどうもありがとう。
なぜ貴様は人類に味方する？ジャスティス、君はなぜ人類を滅ぼそうとするんだ？地球人類をこのまま野放しにすれば、いずれ宇宙をも破滅に導く。その前に排除しなければならない。君は楽な道を選んでいるだけだ。人類はそんなに愚かじゃない。黙れ。これは宇宙正義により下された最終決定事項なのだ。最終決定事項？そんなこと言わないで。地球上の全てを消し去ることが宇宙正義だなんて。大変、コスモスのカラータイマーが。お願い、もうやめて、やめて。ウルトラマンジャスティス、終わりだ。ウルトラマンコスモス、僕は諦めない。この星を、この地球の全ての命を、僕は守りたいんだ。この星は正義に反してなどいない。僕はこの星の未来を信じる。すごいぞ。あれはウルトラマンコスモスフューチャーモード。宇宙の破滅だなんて、みんなで未来を守るんだ。よし、コスモスで応援するぞ。せーの、そうよ、もっと大きな声で。せーの、忘れるな。宇宙制限の決定には逆らえない。よし、みんな
信じる。未来などない。戦士である以上、これからも争いは避けられないか。コスモス、あの破壊兵器は宇宙の意志によって操られていたと。ジャスティスは言っていました。この星のすべての生命を排除することが宇宙正義の決定事項だと。俺たちは宇宙の正義に反しているって？いや、決して我々の信じる正義は間違いじゃない。ウルトラマンキング。キング、俺は結局マグマ星人を止めることができませんでした。いや、お前は憎しみやわだかまりを感じながらもマグマ星人との戦いで人を許すのではなく思いやることを知った。戦いに勝つというのは相手を倒すことじゃない。それで自分が笑顔でいられるということなんだ。キング、また一つ成長したな、レオ。ありがとうございます。よーし、この怪獣動物園も早く元に戻さなくっちゃね。人間と怪獣が一緒に暮らしていけるように。宇宙正義の使者としてジャスティスはきっと地球へ戻ってくるだろう。コスモス、自分の意志を強く持つことだ。お前のその思いで希望の未来はきっと開かれる。はい、僕は諦めない。自分の信じる正義を最後まで貫いてみせる。いつかこの宇宙に住む全ての者たちが一緒に笑い合える未来が来ることを願って。僕たちはいつだって君たちを見守っているから。ありがとう、ウルトラ戦士たち。皆さん、大きな拍手をお願いします。いつかきっと来ますよね、怪獣と一緒に暮らせる日が。今日はたくさんの命を守ってくれてどうもありがとう。バイバイ、さようなら。これからも応援しています。必ずまたお会いしましょうね。バイバイ。夢を追いかけて全てが変わる。 Why? なぜだろう。誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う。